帰りも石段4基あるから足元くれぐれも気をつけてね、帰り降りてくださいよ。石段、あの山門の前の金剛力士さん、関係さんの先でちょっとよう見てください。なかなか立派です。先生、今日と背中合わせに狛犬、昔は神仏一緒やった、それがもう今は明治からこちら別になってるけど、ここはもう神仏のそのままのスタイル残されておる狛犬と、ね、金剛力士さん。ああ。